ピリチュアルの方にやめていただきたいことということで、今回ですね、いわゆる特殊参拝例の実例みたいな話をちょっとさせていただきたいと思います。実際に私が見たやつですね。で、一つはですね、神社がありますよね、神社と神棚ですけど神社と思ってください。で、お賽銭箱がありますね。で、お賽銭箱ね、お賽銭を入れて、手を合わせて祈るところまでは普通なんですけど、突然その、10人ぐらいのグループだったんですね。で、多分リーダー的な役割の方だと思うんですけど、突然ですね、神様の、お力を注入しますと言い始めて、みたいな感じで見てたんですけど、でその参拝に向かってこうお祈りをされてる方いらっしゃいますね。その方の、背中だとしてくださいこうで触って、で、パワー注入みたいなことを言い始めて固まってしまいました。私もいや初めて見たなこれはと思って、結構有名な神社なんですよ、そこは。固まってしまったところで、職員がいっぱいいる神社なので、職員の方が注意されるかなと思ったんですよ。その、宮司じゃなくても その、ね、そこにお勤めの方が、やめてくださいと、当社はそういう参拝方法ではありませんというかと言うのかと思ったんですけど、言わなかったので、とりあえずちょっと私もこう固まった状態でちょっと身動き取れなくなりました。あまりにもちょっとびっくりしちゃったんで、そんな話ありますね。で、あと私のよく行く神社の一つでもやっぱ特殊な参拝をされてる方がいて、でそれはなんかの流派らしいんですけど、そういう祈りの仕方の流派らしいんですけど、ただそれが神社神道の流派の話をしてるのか私は分からないので、その参拝方法についてなんとか式、なんとかこうとか書いてきてたんですけど、そのなんとか式がわからないのでちょっとわからないですけど、とにかくその神社の参拝方法じゃないなっていう感じだったんですよ。他にも何なんだろうなと思うのは、やっぱ一番最初にちょっとお話しさせていただきたいんですけども、何か撒いたりとか、要するに液体的なものとかその固体的なものを撒いてでやる方もいらっしゃいます。基本的にそういうことは神社としても求めてないし、迷惑な話なので、いずれにしてももし、なんかそれがいいなと思って同じようにやられたら非常に神社としてもその対応に困る話なんですね。集団でやられちゃうとなかなか、その止めてもね、やめない人っているんですよ。実際に止めてもやめない人いるんですよ。うち当社ではご遠慮くださいと、神社側でご遠慮くださいって言われたらやめてくださいっていうと同意語なんですけど、それでもやり続ける方いらっしゃるんですね。だから不思議なんですけど、宮司様から言われてやめないってなると、それは宗教施設で信仰上の問題もあるので、ご退場いただけないようであれば警察をお呼びしますけどっていうことになる可能性もあるんですね。やっぱりその宮司というのは、それだけその神社の中では一番偉い方なんで、その方がやめてくださいって言ってるのに聞かないってなるとちょっと困っちゃうんです。
ね、いろんな方いますよ本当に。あのスピリチュアルのその方式に関して言うと、そのまあいろいろ各々の中で多分その型があるんでしょうけど、その型についてはちょっと全部は把握できないのでわからないんですけど、ただね、その神社の参拝してる方法じゃないでしょうっていうやり方なんですよ全部。何なんでしょう、まあ、参拝方法が特殊であれば特殊であるほど、その非常に変な霊を呼び寄せやすくなってしまうっていうこともあるので、やめた方がいいと思うんですよね。その、まあ、神社の例えば神社でそういうことをすると、その神社があまり好きじゃない霊とか呼び寄せちゃうんじゃないですかね、きっと。そんな方法は見たことがないということ。またその神様もやっぱり、参拝していただけることはありがたいことだと思ってはいると思うんですけども、特殊なことをやられるとやっぱり私と一緒でたポカーンってしてると思うんです。何ですかこれはっていう、いやー見たことないなみたいな感じだと思うんですね本当に。なので、まあ、普通に参拝をしていただいて、で自分の家の神棚の仏壇で何をされてもそれは構わないと思うんですけど、それぐらいにしていただければなと非常に思ったりします。はい、長くなりましたけどもありがとうございました。